3号館花時計神戸市役所は地方公共団体である神戸市の執行機関としての事務を行う施設である。本校では建築物としての神戸市役所について述べる。市内有数の高さの建物であるが近年は周辺に高層のビルや集合住宅が建てられるようになったため、かつてのランドマークとしての機能は低下している。1号館24階の展望ロビーが 無料開放されていて、市街地と港を一望できる。神戸市中央区加納町6丁目5番1号に位置する。三宮駅からフラワーロードを西沿いに500メートルほど南の場所にあり、車道を挟んでさらに南側には東遊園地公園が並んでいる。それらの西側は東町筋を挟んで旧居留地地域が広がっている。 敷地の南端に30階建ての1号館が、その北に5階建ての2号館があり、その北側には、神戸市営地下鉄海岸線3のみや、花時計前駅の名の由来である花時計が、設置されている。また2号館の西側にも3号館と4号館がある。1号館、2号館、3号館は連絡路で、つながっている。1889年に姿勢が敷かれた際、 現在の中央区愛宵町にあった神戸区役所の庁舎を引き続き市役所として使用した。1909年12月18日、八九神社の跡地に新築移転。1945年9月9日、行政窓口の効率化のために、兵庫区松本通りの私立第一高等女学校と官業館に移転1957年。 育区加老町の東遊園地に新築移転。2020年10月現在は2号館となっているが、竣工当時は8階建ての本庁舎で、現在の1号館の位置には、市会議事堂があった。1989年8月31日、市会議事堂跡地に、現在の1号館竣工旧本庁舎は2号館となる。1995年1月17日、 兵庫県南部地震により水道局などが入っていた2号館の6階部分が崩壊。後に5階以上を撤去、再整備し、1996年3月15日より5階建ての庁舎として使用再開。2012年1月11日、3号館、別館跡地に危機管理センターとして4号館竣工3号館別館の道路向かいにあった。 9・4号館は競争入札で一般企業に売却された。2020年3月をもって2号館の運用を終了。10月29日にお別れ式典を実施し11月から解体に入る。2号館跡地には、庁舎機能に加え、音楽ホールなどが入る複合施設を建設。2025年度以降に完成予定である。ありがとうございます。